世界から痛みをなくす。どうも児玉貴博です。今回は腰椎分離症が絶対にやってはいけない3つのストレッチについてお話していきたいと思います。もし最初のストレッチを指導する病院とか整骨院に行ってるのであれば、今すぐやめた方がいい。間違った施術や治療っていうのはあなたの痛みを治すどころか悪化させてしまいます。だからあなたは痛みを治すことができなくてこの YouTube を見ているんじゃないでしょうか。この動画を最後まで見ていただければ、あなたは今まで間違ったストレッチをやろうとは思わなくなるはずです。今回は腰椎分離症を悪化させてしまうストレッチのお話と、根本的に腰椎分離症を解決するためのストレッチをご紹介していきたいと思います。こんな感じで当チャンネルでは腰椎分離症を根本的に治すための情報を定期的に配信しています。今回の動画の内容面白かったな、ためになったなっていう方は、ぜひチャンネル登録ボタンを押していただいて、児玉貴博の整体大学に無料入学していただければと思います。それではやっていきます。ではなぜあの最初の3つのストレッチが分離症に良くないのかっていう話です。それは腰の骨を無理に動かしてしまうようなストレッチだからです。腰椎と呼ばれるものですが、これはほとんど動かないんですよ。前に倒す角度、これ前屈っていうんですけど、これ約30度ぐらいと言われていますが、解剖実習のご検体を見させてもらったところ15度ぐらいしか曲がんなかったです。後ろに倒す後屈と言われる動き、体を横に倒す側屈と言われる動き、これらは10度ぐらい、本当にちょっとぐらいですしか動かないです。あと体をひねる回旋の動きはたった5度です。ではそんな動かない関節の腰を無理やり動かすことをしてしまえばどうなるでしょうか。腰の骨がさらに無理に動かされることによって骨折してしまった分離症の骨がぐい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 動いちゃいますよね。そんなことしたら分離症どんどん悪化していきます。だからこれらのストレッチっていうのは今すぐやめてください。ではどういうことをしていけばいいのかというところの前に、腰がひねるっていう動きはどこが動いてるのか確認してみましょう。野球のスイングをした時にどうしても腰ひねる、サッカーのシュートもバレーのスパイクもどうしても腰ひねっちゃうわけですよ。じゃあどうしたらいいの？そうです、それは簡単です。実は体をひねる動きっていうのは股関節と言われる関節が行います。股関節とは骨盤と太ももの骨の関節のことを股関節と言います。実は体を前に倒したり後ろに反ったり横にひねったりする動きっていうのは全てこの股関節がほとんどやってくれてるんです。つまりですね、股関節を柔らかくしておけば腰に負担をかけることなく体をひねることができる。つまりバットのスイングができるし、サッカーのシュートができるし、バレーボールのスパイクが打てるわけです。だからあなたがやらなくちゃいけないのは、股関節を柔らかくして腰に負担をかからないような体を作ることによって分離症を悪化させずに痛みを取ることができ、あなたの日常生活、運動習慣、クラブ活動全部できるようになってきます。だから股関節ほぐしていきましょう。それでは股関節をほぐすストレッチやっていきたいと思います。
上が腰椎分離症、絶対にやってはいけない3つのストレッチについてお話しさせていただきました。最後にあなたに言いたいのは、痛みがあるところを揉んだり注射打ったところでその場しのぎの治療なんです。その時痛みは取れたとしても、痛みを起こしてしまう原因は残ったままです。今回の話で言うと、腰に痛みが出た、腰に骨折が起きたかもしれませんが、それは股関節が硬くて結果的に腰に負担がかかってしまっているわけです。だからこそ股関節を柔らかくする原因を取ることが大事だということを理解していただければ幸いです。だからね、諦めずに頑張ってください。諦めずに頑張ればきっと良くなって、あなたはまた思いっきり運動できる日が来ると思います。ということで、今回は腰椎分離症、絶対にやってはいけない3つのストレッチについてお話しさせていただきました。今回の内容面白かったですか？役に立ったと思ったら、ぜひチャンネル登録ボタンを押していただいて、児玉貴博の整体大学に無料入学していただき、腰椎分離症情報をですね、掴み取っていただいて、そしてあなたが思いっきり動けるような体を手に入れるための参考として使っていただければ幸いです。というところで、今回は動画をご覧いただき本当にありがとうございました。それではまた。